トネ、プレセット型トルクレンチ、ダイレクトセットタイプ、TMN シリーズ。トネのプレセット型トルクレンチは、トルク値をあらかじめセットして使用するトルクレンチ。設定したトルク値に達すると、カチッという音と手に軽いショックでお知らせ。トネ独自開発の数値表示で、見やすいトルク設定は作業性を大幅に向上。従来品の場合、主メモリと副メモリを足し算しながらトルク設定をする必要があり大変です。トネのプレセット型トルクレンチは直感的に数字でトルク設定を読み取れます。トルク設定をしやすく、設定ミスも軽減。設定トルクを写真で施工管理記録する場合にも最適です。プレセット型トルクレンチの使用方法をご紹介します。お手持ちのソケットをトルクレンチにセットします。トルク設定のロックネジを左に回して解除します。トルク設定ノブを回して表示板の数字を希望トルクに設定します。トルク設定のロックネジを右に回して固定します。これでトルク設定は完了です。正しいトルクで締め付けるために、出力加圧線にまっすぐ力がかかるようグリップを握ります。カチッという音と手に軽いショックが感じられ、締め付け完了です。トネのプレセット型トルクレンチは機能に応じて様々な機種をご用意しています。ホールド機構付きはプッシュボタンでソケットを着脱し、不意にソケットが外れるのを防止します。落下防止タイプはより強固なソケット落下防止機構で、プッシュロッド穴を細いピンで押しながらソケットを交換します。高所作業などソケット落下が大きな事故につながる現場などで活躍します。本気型トルクレンチは様々な二面幅のボルト、ナット、ソケット交換せずに作業可能です。トルクレンチを裏返せば左回転でのトルク管理も可能です。また配管の途中にあるナットなどソケットでは作業不可能な箇所で活躍。エアコンなどの冷媒配管、ケーブルテレビ、光ファイバーケーブルなどの通信設備など様々な現場に最適です。この他にも製造ラインなどで締め忘れを防止する深いトルクレンチ、先端差し替えトルクレンチ、左右回転対応のトルクレンチ、デジタルトルクレンチなど1から2100ニュートンまで、トネは幅広い現場で活躍できるトルクレンチを揃えています。